西ドイツは今平均台をしてるんですが、8点台が2人、それから3人目の演技者が 9.15 ですから伸びていません。さて望月、今日少し精彩がありませんが、この最後の種目でなんとか決めてほしいところです。クエルボトルですね。はい、いかがですか今のは。ちょっと着地がね、後ろ飛んでしまいましたけど、飛躍そのものは良かったと思います。はい、前転から入って半分ひねって後方宙返り、次ひねるみたいですね。あ、番号変えましたのでね、はい、塚原さんが今コーチが指示しましたね、やってみろというところなんでしょうかね。そうでしょうね、はい、思いついて決まりましたね。スカーラから入って一回ひねってます。あ、ちょっとね横に飛んでますが、横には飛んでますが、先ほどに比べてどうでしょうか。クエルボより出るんじゃないでしょうかね。そうですか、はい、そうすると 9.475 を上回る5点以上の得点が期待できます。日本の望月9.525 です。9.525 が出ました。